うん、行けた。ママ足が痛い。頑張れ。ちょっと離れたとこまで行かないと多分シーブラスが取れない。あ、ここ痛くない、ここ痛くない。あ、おいで。あ、ここ気持ちいい。しょっちゃんはパパから離れないで。わかった。りっちゃんは母から離れないで。で、せっちゃんはママと。りっちゃん、かい、ははは。ミニコロおいで。え、最悪。すごいね、こっちまで満ちてたんだね。シーグラスがあるといいけどね。うわ、いや、シーグラスは痛くないよ。周りがもう削れてるから。じいちゃんブクブクしてたらパパがスコップ持ってるから、ヤドカリさん捕まえて帰ろう。せっちゃんほら、せっちゃんはよ。ママヤドカリ。違うかも、貝殻さんもいる。ママこれヤドカリ。ね、チビヤドカリ。じゃ貝殻さんもいる。せっちゃん。いや、もう入った。ママ。入ってる。ね、身が入ってるね。ヤドカリじゃなくて貝だよ。貝殻だ、貝殻だ。貝殻だよ。カニさんだって。カニさんに振り返ってる。また足に登ってたの。違う、その貝が刺さったの。貝で。ちっくんそこに網があるから子供に渡して。ねえ、パパが網持ってるから網受け取って。しょっちゃん、一人でいなくならないで。お母さんも貝殻いいかも。ママの。すごい量になる。パパが信じた。早くなった。あ、魚いる。ほら。ほら、ほら。あ、そっちに行った。せっちゃん、そこ、違う。これ。アミパ、チークが持ってる。母にはパパじゃない。行くよ。ここにいた。どこ？あ、いた。なに？メダカ？メダカいないね。魚ちゃんがいたよ。どこ？本当にいたの。ママの髪の毛が邪魔だね、ごめん。おいで、魚ちゃん。今魚ちゃんが泳いでたの。ほんとほんと。ちょっと待っといて。次の日、帰ったから行こう。おいで。おいで、せっちゃん。おいで。パパとりっちゃんはちっちゃくなりました。しょっちゃん母とついておいでよ。しょっちゃんママについておいで。なんか動いた、ここ。しょっちゃんここ動いてる、お魚。しょっちゃん、あああ、ほらほらほら、これこれこれほらほらほら、これこれ。しょっちゃん、そう、どこ行った、取ってくる。あ、どこ行った。こことかいたんだよ。うそ？エビがいた。エビ？うん、ちっちゃいエビが今。なんかちっちゃいエビがいたんだ。濡れちゃった、うちろ。よくていいよ、だったら。パパのあれに入れなさい。大丈夫。大丈夫？行こう、せっちゃんおいで。いない。せっちゃん、パパたち見ちゃう。
それ貝殻さんと、貝殻さんと、カニ、あとタンビチ、ヤドカニさんと貝殻、カニさん。せっちゃん近く。スコップで掘り掘り。指示だけしないで。りーちゃん何かいた？え、カニ、カニ、うん、あのね、ほらカニいる？せっちゃんシーグラスがありません。今日はシーグラスを取りに来ましたが、シーグラスがない。もっと海に近づいたらあるかな。お魚、あ、カニ、見つけた、カニさん見つけた、カニ取って、頑張れ、ピピッと。おー、すごい。せっちゃん、お利口さん、カニさん手で捕まえた。お魚さんいっぱいいるんだけど、逃げるの早いよ。ほら、あっちの奥だと思う。せっちゃんおいで。りっちゃん、あ、網でフェッてすくって。シーグラスないね。誰？誰？せっちゃん？グラスが欲しくて来たの、私たち。カニいっぱい。ゴロス。パパは？この集合体が来そうだ。あれ、パパは？パパ逃げた。ザルで救えるわけないじゃん。面白いパパを。面白いパパをお持ちですね。パパ、あ、冷たい。ほら、なんか捕まえたって。冷たい。たださ、その状態のやつをどうやって救うわけ。無理難題な人ですな。ねえ、せっちゃん、違う違う、パパの底の周りをさ囲むが、囲むが、砂でこうやって集めろ、砂集めろ、砂回れ、パパのザル埋めるな。ザル埋めない、穴から埋めた。いくよ、ちょっと待って、ちょっとまだまだ、まあ、いくよ、うん、いいよ、いくよ、うん、いくよ、うん、ほら、ほら、何、何、こうなる、ちょっと待って、待って、網、お母さん、網結構ね。でもさ、イルガハで過ぎて大丈夫なのか。だからそれが心配で、三内応援話していいよ、話していいよ。あ、魚じゃん、三内応援、キビナゴ。何これ、キビナゴ、キビナゴ、てか、さか、水入れないと。どれすげえ、俺てか、三内応援やるだけ、なんなの、大丈夫なの。一応、うち、うん、だからそれに入れよ。せっちゃん、おっ、大きいね、おっきい、すごい、キビナゴっぽいんだけどね。あっちの上にも連れてった時に聞いてみればいいじゃん、これ触って大丈夫なやつって。おじちゃんがいるから、はい、じゃあ君連れて行く、はい、チーク、すげえ、俺、じゃあ食べ物だったらパパに試食させよう。これは誰の。パパがお魚を捕まえました。ここ、ここ魚が結構ちっちゃくて、せっちゃん大人に近づいてきてください。りっちゃん、ここ振ってみて。ここ、これは何かよ、何がいるか。あれ、もう出しちゃったんじゃない。
ね、何勝手に褒めてるの。なんかいたよね、今。なんかいた、うん、なんかい、え、こういった瞬間ガキンってきたもん。倒した。ねってあげな。これ聞いてみたい、ヤドカリさん。もう動いてんのいないの。ここあれじゃない？川の水混ざってんの。あったかい。あったかい。冷たいの。やっと来たと思ったら。冷たいのとあったかいのと混ざってる。シーグラスを取りに来ましたが、なかったのでヤドカリさんとカニさんを連れて帰ります。しょっちゃんお尻濡れちゃったな。動きが速い。これ動いちゃった。ちょっと気をする。これですね。